これが熱い。はいどうも、弱小ソーラーのタカです。今日はですね、月10万はいける周辺機器背取りの稼ぎ方完全解説というテーマでお話ししていこうと思います。っていうのもですね、この周辺機器っていうのはゲームをプレイするためのコントローラーとかヘッドホンとか、あとボイスチャットのね、このマイクとか、こういうですね、ゲームを快適にプレイできるようなデバイスっていうのをですね、周辺機器というふうに呼んでるんですけども、このですね、周辺機器今かなり熱いんです。っていうのもですね、まあコロナあたりくらいからですね、巣ごもり需要っていうのでゲームをプレイする人がめちゃくちゃ増えていったんですよね。でそれに伴ってゲームの配信者とかゲーム実況やる人とかもどんどん増えていって、ゲーム市場がですね、もう右肩上がりにどんどんでかくなっていったんですね。なのでゲームソフト自体もプレミア商品数多くあるんですけども、それを快適にプレイできるための周辺機器っていうのがですね、意外と見られてないジャンルで、結構ですね、美味しい商品がねあったりするわけなんですね。かくいう僕もですね、ゲームめちゃくちゃ好きで、学生時代の頃とかですね、もう部活も行かずにもう家でずっとですね、友達とゲームやってました。ただですね、社会人になって働き出したらですね、ゲームをやる体力がないみたいな、もうね、仕事から帰ってきたら寝るだけみたいな、で休日はもう平日の仕事疲れを癒すためにただただベッドでゴロゴロするみたいな、もうね、そういう感じだったんで、ゲームができないっていうのがですね、ブラック社畜時代もう一番辛かったですね。っていうね、まあちょっと話は置いといて、ゲームをプレイする人が増えたからこそ周辺機器自体も需要が高まって、利益商品もかなり多くなってきているという形になってきます。なので今回はこのですね、周辺機器背取りで効率よくしっかり稼いでいくためのやり方っていうのをですね、今回の動画で全て解説していこうと思ってますので、ぜひですね、今回の動画最後まで見ていただいて、もう月10万円くらいの利益だったら絶対行きますので、周辺機器背取り学んでいただけたらなと思います。それではちょっと本題の方入っていきましょう。そもそもですね、この周辺機器を売ってるお店っていうのはどういうところがあるのかってところですね。で、これはですね、ゲームソフトを売ってるようなお店であれば、ほぼ間違いなく周辺機器も置いてます。例えば家電量販店とかには必ず周辺機器置いてありますね。あとゲオとか古本市場とか、あとツタヤなんかにも周辺機器置いてあったりします。その他で言うと、イオンとかイトーヨーカドーとか、あとちょっと地方のデパートになるんですけど、アピタとかアルプラザとか、こういうですね、ショッピングモール系にも周辺機器は必ず置いてるかなと思います。だ結構ね、こうしてみると周辺機器を取り扱ってるお店って結構多くあるんですよ。地方住みでお店少ないけど大丈夫かなみたいな、こういう人でもですね、間違いなくやれるようなジャンルの一つになってくるかなと思います。で実際ですね、どういう風に稼いでいくのかっていうところなんですけども、周辺機器背取りには3つのやり方があります。どれか1つやっていくっていうのもいいですし、この3つの手法を全部フル活用するっていうのも OK かなという風に思います。でそれね、どういうやり方があるのかっていうと、1つ目がゲームソフトの発売狙い、2つ目が廃盤狙いで、3つ目が再販狙いと、この3つの稼ぎ方があるという形になってきます。まあ、ちょっと順を追ってね、説明していこうと思うんですけども、まず一つ目のゲームソフトの発売狙いですね。これはどういうことかっていうと、そもそもこういうコントローラーとかヘッドホンとか、こういうものってゲームをプレイする人たちはどのタイミングで買われると思いますか？これはですね、新しいゲームが発売されたタイミングでそれに使うコントローラーを買うという形になってくるんですよ。コントローラーとかどれでも一緒じゃんっていうふうに思われるかもしれないんですけど、いろいろ種類があるわけなんですね。例えばスプラトゥーンっていうですね、ゲームが発売されたら、スプラトゥーンを快適にプレイできるためのコントローラーっていうのを買うわけですね。で、モンスターハンターっていうのが発売されたら、モンスターハンターを快適にプレイできるためのコントローラーを買うという形になってきます。スマブラが発売されたら、スマブラを快適にプレイできるコントローラーを買うという形になるので、結構コントローラーも様々種類があって、だからこそ新しくですね、ゲームが発売されたら、それに適したコントローラーっていうのが爆売れしていくという形になってきます。例えば本当にモンスターハンターとかもそうなんですけど、こちらはですね、モンスターハンターライズっていうですね、スイッチのゲームが発売された時ですね、このモンスターハンターをプレイするための一番快適なコントローラーっていうのは、グリップコントローラーっていうものになってくるんですね。このグリップコントローラーがモンハンをね、プレイしていく上で一番ですね、やりやすい形になってくるからこそ、モンスターハンターライズが発売されて、そのですね、数週間後にグリップコントローラーの需要がものすごく高まって、Amazon 上でどんどん価格がですね、高騰していったという形になってきます。その他だと最近だとストリートファイターとかもそうですね。で、ストリートファイターって、こういうですね、普通のコントローラーでもプレイできるんですけども、本当にですね、このストリートファイターで上手くなりたいっていう人は、これ
れじゃなくて、このゲーセンに置いてあるようなめちゃくちゃでかいコントローラーですね。ファイティングコントローラーとかっていう風に言ったりするんですけど、このファイティングコントローラーっていうのをみんな使っていくので、その商品の需要がドカンという風に上がって、 Amazon 上で価格が上がっていたという形になってきます。っていうような感じで、新しいゲームが発売されたら、そのゲームを快適にプレイするためのコントローラーとかヘッドホンとか、そういうのがですね、飛ぶように売れていったりとかっていう形になってきますので、だから基本的にこのビッグタイトルですね、ゲームプレイしない人たちでもなんとなく聞いたことあるなみたいな、スプラトゥーンとかファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとか、なんかそういうビッグタイトルが発売された時には、このコントローラーとかそういう周辺機器っていうのはしっかりとチェックしていただけたらなと思います。では次、2つ目の買い版狙いに入っていこうと思います。っていうのもですね、この周辺機器っていうのはたびたびですね、マイナーチェンジっていうのが行われていて、定期的に新しいコントローラーとかが発売されるんですね。例えばこちらのコントローラーが、現行で発売されていて、このシリーズの新しいコントローラーが発売されたら、こちらのですね、旧型のコントローラーはもう廃盤という形になってしまうんですね。で、廃盤っていう風になると、もう供給の蛇口が止まるので、要するに需要と供給のバランスが崩れやすくなるという形になってきます。でもこれの新しいモデルが出たらみんなそっち買っちゃうんじゃないのっていう風に思われるかもしれないんですけど、実はですね、そんなことなくって、プレイ4のコントローラーを自分は使っていたから、もうこっちの方が慣れてるからこっちを買うみたいなですね、そうもたくさんいらっしゃるわけなんですね。だから廃盤になって新しいモデルが出ても、旧型も結構売れ続けていったりするんですよ。で、売れ続けていくんですけども、旧型の生産はもう止まってしまっているので、 Amazon 上でどんどん価格が高騰していくという形になってきます。廃盤っていう風になると、もうどんなジャンルでも結構売れづらくなるんですね。なぜかというと、新しいモデルが出るのでみんなそっちに行っちゃうっていう。でもゲームの周辺機器に限ってはそんなことなくって、旧型でもバンバン売れていったりしますので、だからこの周辺機器の廃盤狙いっていうのは結構有効なので、覚えておいていただけたらなと思います。あと、もう一個、コラボ系っていうのも廃盤にものすごくなりやすいです。結構ね、ゲームの周辺機器ってピカチュウの絵が刻印されたコントローラーとかヘッドホンとか、ファイナルファンタジーのなんか絵が刻印されたコントローラーとか、なんかそういうですね、ゲームとコラボしている周辺機器っていうのがですね、定期的に発売されるんですね。で、このコラボしているものっていうのは生産数そんなに多くなくって、まあ大体長くても1年くらいで生産が終了するんですね。生産終了してもやっぱコラボのコントローラーとか周辺機器ってかっこいいので、どんどん売れていくんですね。だから結構コラボ系のそういう周辺機器も廃盤になりやすくて、かなり稼ぎやすいようなカテゴリーにはなってくるかなと思います。そういうのも含めて、ぜひね、この廃盤狙い結構有効なので、知っておいていただけたらなと思います。では次、周辺機器の再販狙いっていうところに入っていこうと思うんですけど、この再販狙いっていうのは、まあ周辺機器系以外でも結構使えるんですけども、結構ね、周辺機器ってものすごいプレ値になっている商品っていうのがたまにあったりするんですよ。例えば仕入れが3000円なのに、もう Amazon 上で1万円超えてるみたいな、もう3倍以上に跳ね上がってるみたいな、そういう商品っていうのがたまにあったりするんですね。で、この再販されたら値段っていうのはものすごく下がるんですよ。なぜかっていうと、お店にたくさん在庫が並ぶので、もう普通のセドラーさんもバンバン購入していけるわけなんですね。だから Amazon 上で出品者がブワーって増えてしまって、価格がですね、もう一気に下落してしまうみたいな、そういうことが起こるんですけども、再販ってダメじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけども、再販で価格が落ちきるまでっていうね、ここまで少しタイムラグがあるんですよ。で、このタイムラグの間にですね、商品を買って、要するに店頭に在庫が並んでるので、もう商品を買って、もう自己発送でいいからガンガン売っていくという形になってきます。で、このやり方はもちろんちょっとリスクもあって、もう値段がね、ものすごい下がってしまってから売り出すとですね、赤字になってしまう、損切りになってしまうので、商品が下落するまでのこのタイムラグ、2、3日くらいあるので、このタイムラグの間に売っていくという形になるんですね。で、じゃあどうやってその再販情報を得ていくのかっていうと、一つはですね、オンラインショップでの表記ですね。これはどういうことかっていうと、例えばヨドバシカメラとかビッグカメラとかトイザラとか、まあ、どんなオンラインショップでもいいんですけども、次回入荷がいつかとか、次の入荷ありますよとか、そういう表記がですね、オンラインショップ上であったりするんですね。で、そういうものがあるときは近々再販されるので、これ再販されるんだちょっと覚えておこうみたいな感じで目をつけておくっていう形であったりとか、あと僕自身は背取り始めた頃はですね、もうほんと毎日毎日店舗に通ってたんですね。で、毎日毎日店舗に通ってると、Amazon 上でありえないような価格、例えばほんと仕入れが3000円なのに1万5000円みたいな、それくらいの商品が大量に在庫並んでるみたいな、そういう場面にちょくちょく出会うんですね。で、そうなったときに、いや、要するにそれだけ価格が高騰してるのに、在庫
が大量に残っているということは絶対にありえないんですね。じゃあですね、考えられる答えは一つで再販という形になってきます。もうそういう時はですね、商品をその場で3個ぐらい買ってもAmazon上で出品していくと。でもね、ガンガン値段下げていくんですね。もうどうせ誰かしらが値段下げていくので、もう自分がですね、どんどんですね、最安値更新していって売り抜いていくとっていう方法をですね、結構使ってました。まあこれはですね、周辺機器以外でも本当に使える手法になってくるので、この再販が起こった時にもう我先にとにかく売り抜いていく、価格差がしっかり取れる間に自己発動でガンガン値段下げて、で値段下げれば下げるほど回転率良くなっていくので、やっぱ単価が下がるんでお客さん買いやすくなるんですね。っていうのでもうどんどん売っていくっていうような感じでですね、再販を使って稼いでたんですね。だからぜひですね、この周辺機器、まあ再販ねちょくちょくありますので、こういうところもですね、しっかり使いこなしていただけたらなと思います。という形でこの3つの手法ですね、しっかり駆使していけば月10万くらいなら絶対に稼げてくるので、毎月何かしらのやっぱビッグタイトルのゲームソフトは発売するし、あと周辺機器ってマイナーチェンジもよくあるんで廃盤にもよくなりやすいんですね。だから本当ですね、結構穴場で稼ぎやすいジャンルになってきますので、ぜひですね、皆さん試していただけたらなと思います。はい、というわけで、今回ですね、月10万円はいける周辺機器背取りの稼ぎ方ということでお話しさせていただきました。今回のお話まとめるとこんな感じ。いやー、まあやっぱりね、僕自身もともとゲームがもう大好きで大好きでたまらなかったんで、まあ、だからこそ結構周辺機器のジャンルっていうのもですね、あんまり抵抗感なくですね、スッと入っていけたんですけども、本当ですね、この周辺機器のジャンル、全然ゲームやらない人でもしっかり稼げてくるようなジャンルになってくるかなと思いますので、なんでかっていうと、そもそもですね、周辺機器ってめちゃくちゃ種類があるわけじゃないんですね。例えばなんかヘルス&ビューティーのシャンプーとか、あと家電系とかもそうなんですけど、結構ね、商品数がジャンルによってはですね、ものすごくですね、あるみたいな、そういうジャンルも結構あるんですね。で、商品数がね、たくさんあるジャンルってなんか一見稼げそうに見えるんですけども、商品数が多すぎたら一番最初の初心者の段階だと、もうどれを見てどれを見ない方がいいのかっていうのがわけわかんなくなるんですね。でもゲームの周辺機器って本当にコントローラーとかヘッドホンとかスイッチのカバーとか収納ボックスとか、まあ、正直結構絞られてくるんですよ。もう本当に商品数としてはかなり少ないんですよね。でも商品数は少ないけども、やっぱね、ゲームを本気でプレイする人たちが増えているので、周辺機器の需要はもう爆上がりしてるという形になってくるんですね。だから初心者さんの方でも結構利益商品すぐに見つけやすいですし、リサーチもやりやすいようなジャンルになってくるかなと思いますので、ぜひですね、これから背取り始めるんだぜっていう方、この周辺機器背取りちょっと一つマスターしていただけたらなと思います。で、僕の今の公式 LINE ではこういうですね、商品知識っていうのをつける方法であったりとか、あとどういうお店っていうのを調べていかないといけないのかっていう店舗リストの作り方とか、こういうところをですね、めちゃくちゃ深掘りしてお伝えしていっておりますので、今の現状の背取りに対してちょっと限界を迎えている、本当にこのままで稼げるんだろうか、こういうふうに思ってる方は概要欄の公式 LINE から6日間の背取りの無料の特別講座受講いただけたらなと思います。まあ、本当にですね、その6日間の講座を受けていただくだけでもですね、背取りの考え方180度変わってくるかなと思いますので、ぜひ無料でね、お試しいただけたらなと思います。で、それとは別に、これからですね、店舗背取り初めてやっていくんだ、そもそも背取りっていうものをどっから始めていけばいいんだっていう方向けにですね、ゼロから学ぶ店舗背取りの完全攻略マニュアルっていうのも公式 LINE の方で無料で配布しておりますので、そちらも合わせてお受け取りいただけたらなと思います。というわけで、こんな形でこれからもまずは副業から背取りを始めていって、ゆくゆくは会社に依存しないような生き方っていうのを実現していってやるぜっていう方に向けた、背取りの動画っていうのをこれからも発信していこうと思ってますので、ぜひ背取りについて勉強したいとか深く理解したいっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。ここまで動画を見ているあなたに特別なお知らせがあります。今僕の公式 LINE では6日間の背取りの無料特別講座を実施しています。 YouTube の背取りの動画を見てても一向に前に進まない、繰り返し繰り返し動画を見ていてもなかなか一歩踏み出すことができない、そんな方に向けて僕が教えている背取りのスクールの内容を一部切り取って、超実践的な内容を超具体的にあなたに無料でお伝えしています。そんな僕の背取りの全てを入れ込んだ無料講座の参加方法はこの動画の概要欄に僕の公式 LINE を貼っておりますので、そこから友達追加していただくとすぐに受講していきます。ちなみにもうすでに登録済みの方は無料の特別講座とメッセージいただけたら受講していきます。そして6日間しっかり受講していただいた方には背取りの商品リサーチの全てが網羅的に載っている背取りの商品リサーチ図鑑っていうのもプレゼントしています。
ちなみにこの講座は定員が埋まり次第終了となりますので、受講したい方はお早めに参加いただけたらなと思います。 YouTube では話せないような濃い内容となっておりますので、ぜひ参加いただいて、背取りで自力で稼ぐ力というのをつけて、時間やお金に縛られないような人生っていうのを手にしていきましょう。それではあなたのご参加をお待ちしております。それではさよなら。